これはビションフリーゼっていうあの頭が綿帽子みたいにふわふわの可愛い犬なんですけど、ビションフリーゼの絵画をスキャンしたものですね。こちらを、元にグッズを作っていきたいと思います。ビションフリーゼのグッズはこちらのような感じでですね、こんな感じで背景をね透明に、切り抜きしております。こちらをグッズを作ってくださるスピーチバルーンさんの方にこのデータを送って、グッズをお願いしますということで、お薬手帳ケースだったりとか、あとはペットボトルバッグ、あとはブックカバーで、今回ペンケースですね、ペンケースをお作りすることをお願いしました。こちらで、ペンケースの商品を作って、でそちらを販売していこうと思います。今から、新作のこれビションフリーゼのという犬のイラストでペンポーチを作ったんですけど、これの商品撮影をやっていきたいと思います。ビションフリーゼのここにタグがあるんですけど、こうやって開けてもらって、今ちょっとスポンジ入ってますけど、ここにポケットとかあって、筆箱としてだったり、スマホケースとか、ここに D 缶が2つついてるのでポシェットみたいにして使っていただけるような、ペンポーチになります。ペンケースだったり、ポーチにしてもらったり、ここもポケットがいろいろ入ってますので、いろいろ差し込んでいただけるような長物の小物を収納したりするのにいいかなと思います。メイクブラシとかを入れてもらったりするのにもいいかなと思うんですけど、まずこれの商品の撮影を今日はやっていきます。で、いつもやってるのはお部屋のあそこの白い壁を結構いつも使っています。で、部屋の照明は消して、ここ自然光が入るような感じでここ椅子をセッティングしています。で、椅子をセッティングした後にちょっとこういう板ですね、化粧板って言いますが、普通の板なんですけど、これを敷いてまず敷きます。で、その後にこれこうちょっと壁から浮かして立たせたいんですけど、私はこういうこれ無印のディフューザー、何やろ、アロマとかの壺みたいなやつですね。壺をまずここに立ててから、ここで立てて商品を立てかけて、はい、で正面から見たらこういう感じですね。こういう感じでこう寄って正方形に切り取って商品を撮影する感じで、はい、やっていきます。でこんな感じで立てかけて商品の撮影をしています。はい、こんな、ではこれがビションフリーゼの先ほど撮影したこの2つのカットですね。斜めと、真正面のカット、こちらを商品アップ用にちょっと綺麗にしていきます。で、私やっぱカメラがすごく下手なのでミヨンってなんか歪んでるんですよね。まずこれをどうにかしたいので、これまず、歪みを取ります。歪みを取っていきます。歪みじゃないわ、その前に、まずこの変形で、多方向に伸縮で、これでですねちょっとこうまっすぐでもちょっとなんか変になっちゃったけど、ここがこうやったらこうなんですね。はい、あとちょっとこの歪み、これが、こういうものがあるんですけど、これも少しちっちゃくして、はい、歪みを
ここなんかちょっとへっこんだりしてるやつを、まあブラシのサイズ、こうちょっとこうここをギュッとやって、ここのへこんでるところを少し出したりみたいな感じで、まあ商品によって若干あの中に入れてるクッションとかの関係でちょっと変なところが膨らんでしまったりとかがあると思うんですよね。でまずこんな感じで綺麗に整えました。最初こんな歪んでたのがここまで整いました。でこの後はね、整ったらちょっと画像がもう少し清潔感のある綺麗な感じ、明るくしていきます。まず、今日洗濯範囲を少しぼかして50とかにしようかな、ちょっとまろやかに洗濯範囲を、やって、この背景側の方を選んで、色調補正していきます。主に明るく飛ばします。でハレーションを起こすっていうよりかはふわっと明るく明るい室内で撮ったような感じですね。で明るくしました。で今度は逆に洗濯範囲を反転して、今度は中の部分ですね、商品の部分はちょっとコントラストを上げていきます。白をより白く、もう少し明るくしようかな、この背景に合うような感じで。ただ、全部明るくしすぎるのではなく、締め色、この黒の締め色もキュッとこう黒っていうか、これブラウンの色が綺麗に見えるようにします。で、全体的に、自然なサイド、ちょっと自然なサイド、こんな感じでいいかな。はい、こんな感じで、まず一つの商品画面ができたんですけど、ちょっとここセンターですね、センターがずれてるのも気になるので、これも少し直しておきます。やっぱりお客さんに見せるやつは、ちょっとこれでセンターですね、センターとか垂直水平、変な歪みがないのかっていうのを気をつけて、画像を作ります。で次にこれ斜めですね。で斜めのやつ、ここもちょっとなんかべこってへっこんじゃった、写真が撮れてしまいました。写真がね下手なんですね、でこれもフィルター歪みでいいかな。まずちょっとここをギュッと押さえたら、ここまっすぐにしてなるように、OK かな、OK です。ここの膨らみが取れました。上の方の膨らみで、あとちょっとこれ垂直のラインにしたら、こうちょっと前のめりに倒れてるの分かりますよね。ここを直したい。こっちはまあまあ垂直水平になってきたんですけど、でここを、またさっきの、多方向に伸縮っていうところ でここの倒れてるやつをぐーっとこうだいたい垂直になるように、垂直になるようにこう上下も当てながらぐーっと綺麗に持っていきます。でこっちも大丈夫かなみたいな、こっちは大丈夫、はい、で OK で、ちょっと定規もしまっときます。はい、でここまで来たらまた部屋が、ね、暗く感じますので、物だけをちょっとざっくり選んで、物以外の背景を、明るく清潔感のあるお部屋このままだと汚いお部屋に見えてしまうので、ちょっと明るくふわっと、こんぐらい明るくしたらいいかな。はい、こんぐらい。あ、ここまでやって、また今度は選択範囲を反転して、今度は物の明るさをちょっと背景に合わせるような感じで、ただ明るくしすぎたら、可愛いビションフリーゼのイラストが飛んでしまうので、ここは、こんな感じで、黒もちょっとキュッと締めときます。締め色。はい、はい、でこれで洗濯を取って、で最後に、
自然なサイドですね、サイドをキュッと上げていきます。でも自然なサイドの設定なのであんまり派手になりすぎなくていいかなと思います。で今気がついたのがここの床のラインが斜めなんですよね。これも直しておきます。片方向に伸縮、ここが斜めなので良くないですよね、うん、こっちを下げて、はい、ここが平行になるように水平になるように、うん、しました。ちょっと下が膨らんだ気がする、うん、ちょっとここも、うん、まあこれはこれで大丈夫か、はい、でこんな感じの、 画像調整ができました、はい。で、画像変更したんですけど最初からどんだけ変わったか、はい、こんなんだと絶対売れないと思いますので、こんな歪んだ感じとか、あの床も歪んでるとか、こんなんじゃなくてちゃんと、ピシッと整えて、は、安定感のある、ね、暗くない明るい商品画像を用意します。このあと、その他このスケールが分かるような画像も用意していきます。このビションフリーゼのペンポーチのスケールが分かるような感じで、また用途が直感的に伝わるような感じで、まあ、こういうスマホであったり身の回りのものを散りばめて撮影もして商品紹介画像を作ってみました。もう一点あります。今度はですね、今度メイクポーチとしても使ってくださいねみたいな感じで、メイク道具とかと並べるのもスケール感が分かるのですごくいいかなと思って、なんかお手持ちの小物と商品を並べてスケール感、あ、私の持ってるこの商品がグッズが入るわみたいな感じで、思ってもらえるようにこういう、よくみんなが使ってるようなものを、散りばめています。あとですね、これショルダーね、ストラップはついてないんですけど、ストラップはついてませんってちゃんと画像に書いてます、ここ、はい、ですけど、ここに D 缶があるのでお持ちのストラップ、100均とかでも買えるみたいなんですけど、ポシェットとかの、こういうタスキ掛けのをつけてもらって、ミニポーチとして、ミニバッグとしてもスマホケースとかで持ち歩けますよみたいな感じで、もこれ自分がモデルになって、まあ顔はねと消した方が商品に集中しやすいかなと思ってここで切ってます、はい。で服装とかもこの商品が邪魔にならないシンプルな服装の色、淡いグレーを着ています、はい、っていう感じで、商品が引き立つようなモデル撮影も、まあこんな個人自営業なんであればもう自分でモデルもやって、なぜ早くこういう画像が作れることの方が優先なので、誰かモデルさん頼むとかよりかはもう自分でなっちゃったらいいんじゃないかなと思います。でこの後商品をアップしていきます。